ブルックリン・ドジャースは1930年から1944年まで NFL に所属していたアメリカンフットボールチームである。財政難や戦争による選手不足から1945年にはボストン・ヤンクスと合同する形でリーグに参加した。1945年シーズン終了後、ダントッピングオーナーが1946年創立の オフックへの参入を表明したため、ブルックリン・タイガースは解散し、所属していた選手はボストン・ヤンクスに入団した。トッピングが当時、MLB のヤンキースの共同オーナーであったことから、新チーム名をニューヨーク・ヤンキースと命名した。1930年、ブルックリンの二人のビジネスマンが、デートントライアングルスを2500ドルで買収し、ブルックリンのエベッツ・フィールドに、 本拠地を移転して誕生した。チーム名はメジャーリーグのブルックリンドジャースから名前を拝借して決定した。参入から13年目の1942年、太平洋戦争が勃発し、急速に経営が傾いた。1944年にチーム名をタイガースと改めシーズンに臨んだが、10戦全敗に終わり、1945年シーズンに向けて、 ボストンヤンクスと合併することになった。ありがとうございます。